いはい、ちなみに、よし、はい、ちなみにね、まあ、これ今からね、今からこれ仕掛けに行くけど、落ちちゃったってなったらどうするんだっていう時には秘策がある。我らが臨海研究所にはこのヘビキャッチャーがあるんでね。ヘビキャッチャー、あれ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 、これね、あのヘビが出るのさ、あの台湾ハブみたいなやつをね。でこれここに住んでて、子供がいた時に、これ子供と一緒に住んでた時にさ、家族で住んでた時に、さすがにそのヘビが出てきた時に、まあ一応まあパッと捕まえられるけど、素手でもね。でもまあなんか殺しちゃいけないことになってるのさ。これ台湾ハブ殺さないでって言われてもさ、まあなんか大変なんで、でちょっとこれは周平さんにちょっとこれは持っといてもらった方がいいんじゃないだろうかと。まあ、周平さんたちも猛者揃いだから、まあ別に台湾ハブが出てきたところで全く問題なくパンパン捕まえるんだけど、まあ、なんかこの自分の落としたやつ取れなかったら、まあ、これでもってしてね、これでもってしてこう、この伸ばしてこうやってシャッカチッと取る。あれなんか、うん、まあいいけど、使える、あれちゃんと壊れてないよな、OK。この距離だったらヘビ、ほら、なんか壊れてんぞ。あとで聞いとこう。これでいけるのか。あ、なんか壊れてる。それはいい。あ、いけるいけるいける。よし。よし、まあ、これ、どうしようもこうしようもならなかったら、これ、塩ビパイプもあるから、問題はないと思うけど。はい、じゃあ行こう。よし、行くぜ。暑、なんて。いや暑いぞ、おい。はい、ちなみに今1月6日ですよ。1月6日、この暖かさ、台湾東北部で、台湾東北部でさ、一応寒い時は寒い地域だけど、なんか知らないけど今日は暖かい。はい、はい、猫ちゃん、我らが猫ちゃん、にゃお、はい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 、我らが猫ちゃん、カメラを向けられて逃げていきました。はい、はい、はい、インド勢、多分なんか彼女か友達かと、はい、あの臨海でジャオシーを満喫。昨日これね、昨日やろうとしたスポットだけども、ここはここはまあハゼがいたと。ただその、あまりにもこのなんかドロドロになってて、その仕掛けが沈みきらないのではないかという懸念もあると。仕掛ける分にはいいんだけどね。なんかカニとか死んでるし、これは大丈夫なのかと。で、あの一応ね、あの我らが臨海研究所のなんか臨海研究所から出てくる水スポット、ここね、みんな大自然だって釣りしてっけど、いやまあなんか大自然じゃないしって、大自然じゃないからねって思うんだけど、皆さん大自然を感じてらっしゃるので、あえて何も言わないでおきましょう。で、いるんだよ一応ここ、ほら、そのさ、テラピアちゃんがさ、テラピアちゃんは目的じゃないけど、まあ、一応ここはどうも魚が好んでくるゾーンらしいということで、ここに仕掛けようじゃないかと。まあ万が一あかんことになっても、まあここだったらさ、なんか回収可能だろう。パイプとかめっちゃあるしね。どうやって仕掛けようかな。どうやって仕掛けよう、斜めに仕掛けようか。はい、じゃあ一発目のこれから行ってみようよ。これだよ、これってどういうか、もうカメラから見てないか、これでこれからやるかっちゅう話ね。これどっか仕掛けようかって話よ。この
魚泳いでるゾーンを横断するように仕掛ければ、まあ強制的に魚たちはそこを通るわけだから入るだろうというね、そういう目論見で行ってみよう。ひょひょ、ほら、あ、あがががががが、引っかかった引っかかった、あ、なんか、あがががが、あが、あが、なんか、あ、なるほど、そういうことか。あがががあがが、ここの団子状になってるところ引っかかりました。これさ、歯によし、なんか手際悪いな、手際悪ぞ。で、こうで、こうで、こうで。で、あ、ただ待てよ。水の流れがこっちから向こうに行ってんのか、向こうからこっち来てんのか、全く分かんないな。水の流れがどっちからどっちだ？あっちからこっち来てんだったら、あっちからこっち流れてるから、マスターの教えを守るとするならば、こうだよね。こうだよな。こっち側が下流になるようにっていうんで。よし、そうしようか。オッケー。で、こっち側からこっち引っ張っといて。で、なんかここら辺に草か。プチって切れたら嫌だけど、まあ大丈夫だろうということで。はい。一応ね、ここの草に、ここの草、こんなんで。いや、じゃここの草に縛っとく？いや、これ、一応テンションか、ごっついテンションはかからないだろうから、大丈夫だろうとは思うし、まあ、要はここにありますよが分かればいいわけだから、そんなにガチガチに縛らなくても、ほら、いいだろう、ほらほらだ、いいのか。よし。よし、まあ、なんかこんな感じで、なんとなくこうやっといて、一応、まあ、どう？こんなもん？こんなもんね。はい。これでいいでしょうと。状況を説明すると、まあ、こんな感じ。ここで一応テンション張って、ここのところの草のところ結んでるから、まあ、一応これでね、これで一応魚がいれば、餌一つ、餌袋ちょっと取れてるけど、もうちょっと張っといた方がいいのかな。もうちょっと不安って緩んでるの良くないって言ってたもんな。もうちょっとテンションかけた方がいいんだろうな。ぐぐぐっと。ぐぐっとテンションかけて、中のあの黒いやつを引っ張れってね、やっぱそういうことか。これじゃ入りにくいぞと。なるほどな。なんとなく分かってきて。なるほど。なるほど。確かに言われてみりゃそうだ。ちょっと横向いて斜めってる。あれじゃ入らないんじゃないのか。あー、なるほど。これは効率悪そう。やっぱプロはな、キュキュってし、キュってそこ締め、四隅がピンと張ってるような仕掛け方してるもん。でもこれだとさ、中に入らないといけないから、不可能なんじゃないのかっていうね。ジャバって、その水中にアプローチできないような私のような弱小、ムカデカゴ使いには、俺はちょっと、不利なんじゃないのかと。でもこれ斜めって言ったら確かに入らなさそうだな。ほら、いかんな。そういう意味では、もうこれはこれでいいっちゃいいのか。じゃあ、まあ、しゃあないよ。これはこれでいいっちゃいいのか。一応、まあ、この辺あたりに仕掛けて、赤い紐の近くにでも結んどく。ちょうどあそこ引っ掛ける場所あんな。よし、じゃあどうしよう。これな、ネタ的にはこの、押すなよって言ってドボーンって落ちるっていうのもありなんだけど、それやるともういろいろめんどくさいから、よし、一応この辺りで、
押すなよ押すなよ、ジャバンって行かなくてもいいようなところで、これで仕掛けとこう。で、ここに引っ掛ける。棒持ってきて引っ掛けるのまためんどくせえな。じゃあいいや、もうちょっと取りやすいところ仕掛ける。あれはあれでいい。あれではあれでいい。しゃあねえや。あ、こっちだ。はい、あれはあれでいいと。で、もう一つ仕掛けよっか。はいはいはい。お。確かにテンションかかってないと入ってくる効率が悪いのはわかる。で、それに比べたらこっち有利だよね。だってもう個体だから。あ、個体ってあっちも個体か。あ、個体。いや、別にムカデカゴが液体ってわけじゃないけどさ。いや、個体っていうか、この形状が固定してるからさ。それ構わない。そこは気にしなくてもいい。もうこのままジャバって放り込めばいいわけだから。で、あともこの、あ、なんか泳いでんな。これテラピアやろうな。これテラピアな。浅いところね、浅いところに仕掛けても、まあ問題がないと。で、まあ一応ここ行ってみる？ここ。ここ。仕掛けやすくて。まあ、このドロドロゾーンで、泥汚れになりにくい。どう？これ。ね、入んのか。問題は、カゴと違って、この水が入るところがないから、設置するまでに穴を開けまくっとけばいいんだけど、それだとさ、この意味がないわけさ。意味がないっていうのは、捕まえた時に魚に負担がかからないように、水が中に残るようにしましょうみたいなコンセプトで作ってってるからさ、あんまりそれは意味ないから。よし、お前が、そこ弱点だな。一応下の重りをめっちゃ重くするか。おいて、入っててる、入っててる、入っててる。あ、だから、そう。なんか、ここら辺もうまく考えて、魚取った後でも、水は中に残ってるけど、この設置するときに沈みが早いみたいな。一応まあなんか、わあ、だから半ヘドロで沈むな。ここは半分ヘドロで沈む。前回のように巻き貝地獄というか巻き貝天国になるのは嫌だけど、まあこんな感じやろ。お、ちょうどここに、私が設置するために、と、誰か考えて、私のために誰かがこしらえてあったところがあるから、ここに設置。はい。で、まあ、ちょっとこれで様子を見ようという、そういうことやね。ちょっとこれで様子を見ようと。ね。で、定期的にこの、まあ、誰も持ってく人いないけど、夜仕掛けると必ず持っていかれるっていうね。で、昼間だったら大丈夫だ。だこれ絶対ここめっちゃちっちゃいハゼがいっぱいいるんだよ、ここさ。あれ、何もんだよ、何、あんまハゼ種類多いから大変なんだけどね。何ハゼだよって話。はい。まあ、そんな感じ。はい。はい、一応、ウーさんさ、これな、前の、我々の臨海の前のところで養殖を営んでいるウーさん。ずっと最近まで見なかったんだけどさ、あのムカデカゴを設置して、いつ引き上げるんだ、引き上げるんだったら中身取らせてくれ的状態。お、ウーさんのところ、一応なんかウーさん、車運転してる時に話しかけるのよくないから、ちょっと近くで静かに見守ろう。お、ウーさん、おほほ、ほほほ、りほりほりほ、ほほほほほ、お、最近、お、看到你有。有事情吗？最近我没看到你的，对，啊，在车间处理。
よし、ちょっと車出し入りしてるわ。よし。あそこね、さはら、あそこ、あそこ。ああいう感じで、ほら、こう立ててさ、こうピンと張って仕掛けてたらさ、それ確かにあの入り口のところをちゃんと開くから、魚、お魚ちゃんバンバン入るよね。うん、あれちょっと実際の使用例みたいな感じで見せてもらう。まあまあ、要は解説するとこう、まあこう、こうあって、こうピンとこう、向こうとこっちとで棒でかっちり固定して、おいでこうね、あの入り口のところ四角になってるからお魚バンバン入るよねっていう、そういうことだよね。まあね、ちゃんとやる人はちゃんとやるよね。それに比べて私のは非常にいい加減だけど、まあ時間長いことかけたらなんか入るだろうってことで、ご飯でも食べに行くかな。はい、なんか適当にコンビニで買って食べて終わりにするか、それともなんか例のお店に行って食べるか。あ、なんか水鳥たちもシャーって泳いでるし、なんかいい感じなんじゃないでしょうか。はい、まあ今日どうするかね、何食べるかね、今日はね。あそこのお店に行ってまた撮るってなると大変だからね。まあじゃあもう今日はもうこれ、今日はこれで適当に研究室で食べて終わりにしよう。お、なんかいい感じだ。インサート用の写真でも撮っとこう。